ITIP プラットフォームケイロスのチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございます。この度ケイロスソフトウェアバージョン 1.1 をリリースしました。今回のバージョンでは複数のトランジションを同時に実行する機能が追加されました。従来は一つのレイヤーに一つのトランジションを設定することができました。このバージョンでは一つのレイヤーに対し複数のトランジションを同時に行うことができます。では、ケイロスクリエイターで実際にやってみましょう。こちらがワイプサークル、いわゆる丸ワイプです。そしてこちらはプッシュライト、画面が左からスライドしてくる DVE です。この2つを同時に実行します。レイヤーにワイプサークルを設定した状態で、トランジションリストからプッシュライトを選択して、右クリック、メニューからアットエフェクトを選択します。画面中央下に2つのトランジションが表示されました。それではトランジションを実行します。このように丸ワイプがスライドして入ってきます。ここにもう一つトランジションを加えます。画面が大きくなる DVE、スケールを加えます。今回のバージョンで追加されたオフセットセッティングを使ってトランジションのタイミングを調整します。このように綺麗なトランジションになりました。ソフトウェアベースの設計でハードの制約にとらわれず高い表現力を持つケイロス、新たな機能によりより自由な表現を可能にします。進化し続けるケイロスにどうぞご期待ください。ケイロスの様々な機能や使い方をご紹介するチュートリアルビデオを公開しています。こちらの URL でご覧ください。Panasonic